ステップ4、導波間。このレッスンのもっと前の,のステップと,としては、油電体と金属の違いも話してたんですけれども、このマジュルの,の、先のマジュラルの基礎の量子通信の,の,のところには、油電体の導波間については話したと思います。それがオプティコファイバーになるでしょう。 そして今回は金属の同波間の例を述べたいと思いますがこの場合だったら、まあ、あの3次元の例じゃなくてこれが2次元にはしたいと思いますがそしてこれが大きな金属のプレートとしてはこれが平行になっているんですがそのプレートとプレートの間の距離が A と呼びましょうそしてこれが入れる 波が連続的な波なんですけれども、ポースではありません。そして、これが間に入っていると,と、その金属の壁から反射する場合になるんですけれども、それも制約になるんでしょう。そして、その入っている電磁波にはどうなるんでしょうその電波,に,電波に,には影響するんでしょう まあその電波の速度を計算したいと思います。そして、これが上から見ているんですが、まあ、この X 方向はそれのプレートとプレートの間なんですが、Z 方向と,としては電波の方向なんですね。そし,そしたら間、間には波が,が反射する場合もありますから、まあ、この斜めに行くことは考えられるでしょう。 そして、その問題を解決したいので、この光の軸としては、それが定常波にはしなければなりませんが、そうすると、その X 方向には、その電波もありません。そして数、数式としては、こういうふうに書けるんですが、この K が、それがその電波のベクトルになるんでしょう。 まあ、こういうふうには、もちろんそれが簡単なサイン半になるんですけれども X ベクトル、K ベクトルはこういうふうに書いて、そして K の絶対値が、それがまあ波長との関連になるんですよね。それが2 π 割る t e r λ になります。そして、この Z 方向に,には制限され,されてませんが、 X の方向に,にはそれがこういうふうな数式には制限されているでしょう。その A は,はそのプレートとプレートの,の距離なんですが、それが NπWaterA になります。で、この AN は波数になるでしょう。そしてその金属のプレートの,のところには 電波が0にならなければなりません。そうすると、これがその電波の速度としては、それがどういうふうには影響されるでしょう。まあ、まずはその速度を計算したいと思いますが、基本の関係なんですけれども、その K のベクトルの絶対値が、えと、 その速度には影響するんですけれども、まあ、それ、あと速度なんですけれども、それが、オメガと C の関連になるんでしょう。C は光の速度なんですが、C イコールオメガ割る k の絶対値。そして、この K の絶対値が、まあ、K 絶対値の事情が、がこの場合には、Kx2 plus Kz2 になるんでしょう。そして、書き直すと、 まあ、オメガイコール c かけるルー√ k x スクエードプラス Kz スクエード。そしてそれが入れ替えると、オメガイコール c ル√ n π w a ー e r a 辞乗プラス Kx 辞乗になるんでしょう。そしてこの部分がコンスタントになるんですよね。定数になってるんですが、そうすると、 このオメガが電磁波では定義されているでしょう。でそれがあの光になったり、マイクロ波になったり、ラジオ電波になったりとかには、そう,そういう違いで,で、そのオメガで決まってるんですが、そしてこれは変わりはありませんので、変わるのはこの KZ だけになるんですよね。そうすると、オメガは下がると、これも 下がらなければなりません。そして、それがミニマムになる場合もあるんですけれども、この数式を使って、そして、その波の動きが止まってしまいますが、それが KZ=0 の場合なんですが、ちょっとした台数をやると、N=1 の場合にはそれがまあ基本モードなんですけれども、 それが CπWaterA の場合にはそれがオメガミニマムになります。そのオメガミニマムより電波、で電磁波の,の波長はそれより低いな,なら、まああの、周波数はそれより,より低いな,なら、波はその波長、その同波間の,の中には動きません。

1 5ンチ以上にしなければなりません。その A はそれより狭い場合になると、とその,の 1GHz の波は、その導波管の中に,には電波もできません。なぜこれが1 5ンチか、3 0ンチじゃなくて、というのはそれがまあ基本モードな,なので、それが波長の半分を入れるでしょう。でそれがまあ 横軸の定常波のそれが基本モードになります。そしてこれが、まあ、オメガ、それが周波数なんですけれども、それと前の方向、KZ の方向に,には速度との関係をちょっとあのプロットとしては見てみましょう。まあ、まずは、これが C の速度なんですが、 あのこの KZ と,とそのオメガの関連なんですが、このふうには必ず波が,がと C の速度で,で,で,で進んでるんですが、それがまあ真空とかの場合。そうすると、オメガワー,ター k c になります。 そうすると、これが、まあ、連続のウェーブなんですけれども、それが,がっと真空なんですが、その導波管の中にはそ、そういうふうにはなりません。で、その基本モードの場合なんですけれども、それが n イコール1なんですが、それが、まあ、周波数は高い場合、この縦軸はオメガなんですけれども、周波数が高い場合には、 まあ、それが、速度が C に近くになるんですよね。ですが、オメガは低くなると、つまり波長は長くなる。そういうふうにすると、速度が C から離れてしまう。そして、そのオメガイコール Cπ イ割る A の場合になるとと、その KZ、その K, K 方向の電波が、 それの速度はゼロになりますそして、1個上波と,と2次個上波としては、それがまあその波長はあの周波数は上がるんですけれども、効果は同じになるんですよね。そうすると、それがあのもっと高い周波数としてはそ、その電波が止まってしまいます。 で、これが金属の導波管の例なんですけれども、これがこのレッスンの最後のステップだったんですが、それが、まあ、あのいろんなメディアで,でその電磁波の,の例を述べたんですけれども、次のレッスンとしては、フォトエレクトリックエフェクトを述べたいと思いますが、それがこのブロックの最後のレッスンになります。そのレッスンの後に,には、それが、 量子光、ね、と,としてはそれあの勉強することには入るんですけれどもなぜかそのフォトエレクトリックエフェクトとしてはそれが光点物理の,の問題になりますのでそういうふうには解決するためには量子に行かなければなりません。